皆さんこんにちは。こんにちは。ドン・キホーテってたまに正気かって思う商品があるよね。たまにかしら。そうだね。今日紹介する商品もなかなかぶっ飛んでるよ。こちらなのだ。お菓子の詰め合わせかしら。こんにゃくゼリーを1キロ詰め合わせた、その名もメガこんにゃくゼリーなのだ。大きいわね。見てよこの存在感、圧倒的でしょ。ビールの缶しかなかったのね。サイズは横が19センチ縦30センチ、重さは袋込みで 1072g あるのだ。普通サイズのこんにゃくゼリーって200円くらいするじゃない。これだけ入ってたら高いんじゃないかしら。値段は驚きの980円なのだ。こんにゃくゼリーだけで1000円は草。相変わらずたくさん書かれてるけど、こんにゃくゼリーのダジャレは必要だったのかしら。こんにゃくゼリーは窒息事故が起きたことで、容器の変更や警告マークを入れ再発防止することになったね。ゼリーの硬さも柔らかくなったわよね。この商品はカップじゃなくて小袋に入ってるみたい。このタイプは初めて見たわ。味はブドウ、桃、リンゴ、マンゴーの4種類だね。1日の食物繊維量は成人だと男性 21g、女性 18g 以上らしいから、これは補助的な役割だね。もうちょっと入ってるといいんだけど、それだと硬くなって詰まっちゃうから仕方ないわね。作ってるのは群馬県甘楽郡の株式会社下仁田物産。調べてみたら、親会社はパチンコパチスロの機械を作ってる大泉株式会社だね。なんでパチンコ屋さんがこんにゃくゼリーを子会社化してるのよ。パチンコにこだわらない経営方針みたいだね。食品や電力、製薬会社と手広くやってるみたいだよ。話がちょっとそれちゃったね。中身はこんな感じでごちゃっと入ってたよ。これはこんにゃくゼリーとは思わないかも。62個入りって書いてあったから数えてみるね。定番の味ってあるけど、最近はマンゴーを見かける機会が増えたわね。昔はパイナップルってイメージだったけど時代だね。リンゴとマンゴーが15個、ブドウと桃が16個だったよ。中身を確認するついでに1個の重さも測っておくね。1個 15g なのね。それだと62個で 930g で 1kg にならないんだよね。袋に水分が残ってたから1個 16g ちょっとだと思うよ。本当は袋から吸い出して食べるんだけど、今回は開けて食べていくね。ではいただきます。はいどうぞ。味はジュースや缶詰のシロップを固めたような味だね。シート状のゼリーってちょっと不思議な感覚だけど、薄いから噛み切りやすいのがいいね。この後袋から吸い出して食べたんだけど、これは好みが分かれるかな。味に関係するの？ビニールに当たる感覚がちょっと気になるかも。力の加減で水分が袋から出て指についたりこぼれたりするのだ。ウェットティッシュやおしぼりを用意して食べるといいかな。じゃあ星評価をお願いできる？星4かな。味は結構良かったし、これだけあると気軽に食べられるのはいいね。ちょっと食べるときに汚れやすいのがマイナスポイント。あとは値段をどう判断するかだね。980円で62袋だと1個16円くらいかしら。賞味期限は半年くらいあるし、食べきれないことはないと思うよ。ただ場所は取るかもね。大容量サイズらしい悩みどころね。じゃあ今日はこの辺りにしましょうか。それでは皆さん、ごきげんよう。